24日に都内で婚約会見を開いたサッカー日本代表ドフの長友佑都、30、インテルと女優でタレントの平恵里、32、が25日放送の日本テレビ系、行列のできる法律相談所、緊急生放送2時間スプ、日曜、あと9時、に揃って生出演した。ひらがバラエティ番組で珍回答をするシーンなど、天然ぶりを紹介する部とはを見守った二人。趣味がモノマネという平に、長友さんの前でやってみて、とリクエストがあったが、平和かたくなに固辞した。さらに東野幸治、49、が、お風呂は別々なの?と聞くと、平は、井森師匠が井森美幸さんなので、井森師匠が、結婚しても絶対、裸の、体を見せるもんじゃない、一緒にお風呂に入るもんじゃないと言っていました、と告白。師匠って、井森一門なの?井森は、結婚していないじゃん。逆に独身こじらせているやん。などの周囲の疑問の声にも、平和同時ず、教えを守っているようだった。